こんにちは。今日から宮本照作本を積んだ小舟よりラオシャ茶館を4回に分けて朗読いたします。では第1回目をお送りします。文化大革命の最中に受水自殺をしたと伝えられる中国現代文学の最高峰ラオシャは、名作ルオトゥオシャンツによって広く知られているけれども、私はルオトゥオシャンツや市井堂々ではなく、戯曲茶館によってラオシャの作品に初めて接した。高校2年生の時だった。父の友人には怪しげな人が多かった。大酒飲みで花札賭博に目がない警察署長とか、インチキな宝石を売り歩いている台湾人だとか、暴力団から足を洗ってストリッパーの紐として真面目に暮らしている男だとか、とにかくどことなくうさんくさい連中が私の父を大将と呼んでしょっちゅう集まってきた。その中に戦争中日本の特務機関員として中国に渡り、満州馬族の統領閣に収まっていたというホルモン焼き屋の主人がいた。私たちが住んでいるところから歩いて10分ほどの路地裏で、バラックみたいな店を営み、昼間は公園を道場代わりにして、近所の青年たちに空手を教えているのだった。後になって知ったのだが、満州馬族云々は真っ赤な大嘘で、ハルピンの石鹸工場で働いていて、敗戦の直前、命からがら日本へ逃げ帰ったというのが本当のところだった。この人の中国に対する憧れはとても強く、しばしば中国で暮らした時代の思い出話を私たちに面白おかしく語ってくれたものである。このホルモン焼き屋の親父さんが私にラオシャの茶館を貸してくれたのは1965年で、日本と中国とはまだ国交を回復していなかった。けれども文化レベルでの交流によって、ラオシャは1965年66歳の時に中国作家代表団団長として来日している。つまり私が生まれて初めてラオシャという作家の作品を読んだ年に、ラオシャは日本を公式訪問したことになる。それまで私は小説ばかり読みふけって、戯曲というものを読んだことがなかった。元来、戯曲とは、役者が舞台で演じてこそ、真の味わいを発揮するものであろう。だが、ラオシャの茶館は、読んでいるうちに、清王朝末期から抗日戦争が終わる約50年間の、北京に住む庶民の生活ぶりを、喜びや悲しみを、私の眼前に浮かび上がらせた。中国の茶館とは、いわば日本における喫茶店といったところであって、人々はしょっちゅう茶館で茶を飲んだり、簡単な食事をしながら、将棋や碁に興じ、ウグイスやトラズグミの鳴き声を競い合い、商談や世間話をする場であり、様々な情報交換の場でもあった。王李発という男が営む幽体茶館も、行商人や世間や人相見、新興宗教のボス、口入れや私服刑事などが連日やってきて大繁盛している。しかし、時代は1898年、8カ国連合軍が北京に攻め入って、時の大権力者西太后は西安に逃げ、清王朝は崩壊への道に向かっている。しかし、その古い権力を死守しようとする側と、新しい世の中を作ろうとする維新派との戦いは、とりあえず維新派の敗北に終わった。そんな時代背景の中で、茶館はその第一幕を開けるのである。今日はここまでにいたします。宮本照作本を積んだ小舟より、ラオシャ茶館の第1回目をお送りしました。ありがとうございました。